ヘクトールはギリシア神話の英雄である。日本語では長母音記号を省略し、ヘクトルとも言う。トロイアの王子であり、トロイア戦争におけるトロイア勢最強の戦士。トロイアを築いたガルダノスとトロースの末裔プリアモス王と王妃ヘカベイの間に生まれた。妻アンドロマケートの間に一しスカマンドリオスを設けた。イーリアスにおいてカブときらめくヘクトールと称される。 トロイア防衛の総大将として、軍勢を指揮し、また、個人の有望さをもって、赤いア勢を、敗走寸前にまで追い込んでいる。赤いアの戦士を31人殺したと伝わる。前期夫、前期、父でもあり、戦争に負けた後に起こる妻子の将軍を暗示している。トロイア戦争の元凶となった弟パリスについても、しかりこそすれ見放すことはなかった。 国のことを第一に考えるヘクトールに対し、自身が原因にもかかわらず、パリスはひょうひょうとしている。パトロクロスの猛反撃も打ち破るが、アキレウスに敗北し遺体を恥ずかしめられる。父であるプリアモソウがアキレウスの陣まで出向き、ヘクトールの遺体を引き取る。トロイアの陥落後、妻アンドロマ系はアキレウスの子ネオプトレモスの戦利品となった。そして、 アスチアナクスは殺された。中世ヨーロッパにおいて、ジャック・ド・ロン・ギオンは旧偉人の一人に挙げている。ジェームズ・レッドフィールドは、国に準じた男、かけがえのない日常生活を守るため死んでいった、英雄と述べている。ありがとうございます。